回離婚するようなことがあったら強いですからね、うん、実際に本当に結婚する気があるかどうかっていうのはよくわからないこの方は。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。月曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわる様々なお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日も相談寄せられておりますのでご紹介いたします。はい、ラジオネームはいちごさんから。植草さん、木月さん、はじめまして。YouTube で植草さんのチャンネルを見つけてから楽しく拝見させていただいております。今回は私の悩みを相談させていただきたくメールをしました。とても長くなりますが取り上げていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。私は九州在住の26歳の女性です。仕事は大学病院の総務課で事務をしています。正社員ではありません。はい、東京の普通の大学卒、身長は155センチ、体重は43キロ、普通の会社員の娘です。はい、現在ありがたいことにモテ期かなというくらい何人かの男性にほぼ同時に結婚を前提にお付き合いをしたいと言われています。以下男性の詳細になります。まあ、5名いらっしゃるんですがね。すごいですね。はい、まず1人目から。1人目は製薬会社に勤めている2つ年下24歳の男性です。はい、年下ですがとても頼りがいがある穏やかで優しいゆるキャラのような方です。この方は出会ってすぐに中部地方に転勤になってしまったのですが、月に1回は必ずこちらに会いに来てくれたり、誕生日でもないのに化粧品やアクセサリーなど自宅に送ってきてくれますということなんですが、はい、ちょっとね多いので一人ずつピックアップしていきましょうか。はい、ね、先生どうでしょう、この24歳年下。はいはい、2歳年下ですから楽しいでしょうね。はい、うん、でただこの方楽しくって よさげですけど、化粧品をくださったりねプレゼントしてくださってよさげなんですけれども、あれですね、ご本人は専業主婦希望でしたっけ。はい、そういう条件でしたよね。そうですね、後で出てきますけれどもね。そっかそっか、後で出てくるね。はいはい、まあ条件としてはよろしいんじゃないですか。うん、姉さん女房で、まあなんかちょっと彼氏彼女ごっこを楽しんでるっていうような感じですよね。はいはい、楽しそうなね、カップルですね。はい、ただその転勤になってしまってるので、うん、そこがどうかなとは思いますね。はい、今はいいけど、うん、それがどのぐらい続くのかしらっていうところですかね。ちょっと遠距離っていう感じですかね。はい、今はね。では2人目の方。はい、2人目は銀行員の同い年の男性です。26歳になりますね。はい、うん、この方は友達のようにフランクに接することができます。意外としっかりしていて、ご両親も銀行員とのこと。はい、ただこの方も来年から他県に期間限定で転勤が決まっていて、うん、2,3 年くらいしたらこちらに帰ってこれるそうで、うん、結婚は帰ってきてからしたいと言われています。はい、という銀行員の方。はい、まあ、お仕事的にはね、うん、ご立派でいらして、はい、年齢的にもちょうどいい、ね、同い年で、うん、なかなか同い年の結婚というのはね、はい、若い時しかないですからね。はい、いいなと思いますが、転勤が気になりますね。はい、で 2,3 年くらい先に何が起こるかわからないっていうところは一つ、続くかもね。はいはい、大きいかな。はいはいはい、で3人目の方。3人目は弁護士の方で6歳年上、はい、32歳の男性です。6歳ね。はいはい、この方はとても落ち着いていて真面目な方です。はい、転勤などはなく付き合ったら1年以内には結婚したいと言われています。はい、今度一緒に実家に来てほしいと言われているところです。はい、という、はいはい、お仕事的にね落ち着いてるのはまあ当たり前ですね。うん、で年も少し離れてますしね。はい、それから1年以内に結婚したいっていうところはちょうどいいのかな、うん、というタイミング的には、はい、婚活ということで結婚をっていう前提であればちょうどいいかなっていう、うん、じっくり見れる時間もあるっていうことですね。はい、続いて4人目の方。 IT 企業の社長さんで12歳年上、38歳の男性です。はい、この方は婚活パーティーに参加した際にたまたま隣に座っていた女性、うん、33歳ととても仲良くなり、はい、後日その方の紹介で知り合いました。年上なのでとても紳士な方ですし、外見も高身長で
お笑いコンビのチュートリアルの徳井さんに似ている素敵な方です、うんはい、トイプードルを飼っていらっしゃってそこも好感が持てました。ただ少し年が離れすぎているのと、うん、連れて行ってくださるお店が高級店ばかりで少し疲れるなという印象です、はい、ご両親は公務員と聞いています、うん、会うといつも具体的に結婚後の話をされます。子供は何人欲しいか聞かれたり、いくら貯蓄があるかご自分の通帳も見せてくださいました、うん、まだ付き合っていないのに高価なネックレスまでいただいたりしてついていけない自分もいます、はい、素敵な方なのでモテるはずなのに今まで結婚してないのも謎です、うんうん、紹介してくれた女性からは彼はずっと結婚相手を前から選んでいるという話も聞いていて、そこも引っかかっています、はい、という4人目12歳年上、はい、12歳ね、うん、まあ12歳年上だったら、まあ、こんなもんでしょうね。年の差を感じるのがまあ当たり前だし、はい、連れて行ってくださるお店っていうのは彼の年収からね、はい、想像できる年収から考えると通常いつも使っているようなお店とか、はい、そういったところに行くので、これはもう世代の差ですよね、はい、でついていけないのであれば、まあ、難しいよとは思いますが、そこはまだ始まってない交際がね始まってないので、どのぐらいこうお互いに歩み寄れるかっていうのは大きいことなのかなと思いますが、はい、その貯金通帳を見せるっていうのがこのタイミングでお付き合いもしないのに見せたかったのかな。そう、この見せるっていうのは多分まあ自慢なんでしょうね。ご自身がこんだけ俺稼いでるぜと、30代で自慢でもちょっとね、貯金通帳を見せる、はい、なかなか、まあ、まあ結婚相談所においての婚活でも、はい、これ今だと仮交際の段階だと思うんですね、はい、でこの段階でその貯金通帳を見せるのはあまりないですね、というかほぼないですね、あまりね人に貯金通帳を見せたことも、はい、見せられたこともないのでね、はい、ちょっとびっくり、ね、自分の価値をお金で、まあ、見せたという男性という判断ですね、はい、そうですか、はいはい、で5人目、はい、同い年26歳の研修員の男性です、はい、この方には職場で声をかけられました、うん、といっても穏やかで誠実で謙虚な素敵な方です、はい、いい意味でお医者さんには見えないです、うんうん、この方からも半年で婚約して1年以内には結婚したいと言われました。はい、婚約指輪をどこにするのかも聞かれていますが、お父様も外科医でご実家に伺った際に私なんかと釣り合うのかなと思ってしまい不安がありますというご人は、いはい、うん、まあまあお医者様でご年齢も同い年ですからね、うん、とってもいいとは思いますが、ご自身が釣り合わないなと思うんだったらば、うん、お相手もそれを思ってるかもしれない、うん、もしかしたらね、で実際お二人はルンルンでいいよねってなったとしても、うん、お相手もその1年以内でとかね思っていたとしても、実際その結婚間近になってきて、はい、話がまとまっていく段階でお相手の親御さんが 何かこうね、うんうん、家柄がどうのとか、うん、あのとかっていう話が出てくることは可能性大ではあります。なるほど、はい、でその後ですね、はい、私はもともと結婚願望は全くなく、ね、ずっと一人で生きていくつもりでいました、はい、今まで人並みに彼氏はいました、うんうん、ですが結婚適齢期に近づくにつれて一人っ子なのもあり、母親から結婚の圧をかけられる日々、うん、夏前から職場の先輩に連れられて街コンや婚活パーティーに行ったり、うん、知人の紹介で出会ったのが先ほどお伝えした男性たちです、はい、5人の男性とも付き合う前のデートでそれぞれドライブや映画、ご飯、お家に行ったりなど数回あった感じです、うん、こんなこと今までなかったので混乱はしておりますが、母の希望もありますし、両親がいなくなってしまったら私は一人になるのかと考えると、この際結婚できるのであればした方がいいのかなと思うようになりました、はい、そこで植草先生にアドバイスをいただきたいのですが、恋愛と結婚は違うとおっしゃっていますが、男性を選ぶ上で大事にするべきことはありますでしょうか、うん、植草先生ならどの男性がおすすめでしょうか、うん、皆さんいい方で悩んでいます。アドバイスを参考に男性を選びたいです、はい、私の願望は外見や身長、年齢、職業に全くこだわりはなく、結婚するなら専業主婦になりたいのと地元を離れるのは嫌です、うん、このことは男性側には伝えてあって、専業主婦は皆さん OK だそうで、転勤のある男性からは家は私の地元に建てていいし、単身赴任で週末婚のようにすれば大丈夫と言われています、うん、ちなみに私の母は会った感じだと1人目の男性と5人目の男性が特に好印象だったようです、うん、アドバイスをお願いします
はい、お母さんも5人経っちゃった、はい、そうですね、不思議、ね、うん、不思議、まあまあ、うん、ご自身でモテ期だっておっしゃってるんで本当にご自分でもびっくりしてるほどモテ期なんだと思うんですね、はい、なかなかこの好条件の方たちが皆さん好条件5人同時にいらっしゃるというのは相当奇跡に近いかなと思いますが、ちょっとお母様がね不思議なのが、この段階で5人面談をしている、うん、お会いしているっていうところにちょっと少し恐怖心を感じましたが、うん、一番とご飯つってね、はい、もうね、はい、上から来てますね、かなり上から番号で言っておりますが、お母さん若い人が好きなのかな、そうです ね, ちょっとね、きっとね、うんうんうん、でそもそもなんですけれども、はい、ご本人が専業主婦になりたいと、でお家のご地元で住みたいということであれば、ここはもう転勤があったりしばらくの間その離れ離れに住みますよっていうのはちょっとどうかと思いますね、はい、っていうのはもうそもそも専業主婦っていうことはご主人に生活を見てもらうわけですからね、うん、はい、でなのにそばにいない、はい、お世話をしない、うん、っていうところで生活を共にしないで自分勝手に一人で、うん、住みたいところに住むっていうようなところだと自立ができてないですね、はい、親御さんから自立できてなくって、果たしてそういうお考えでうまくいくのかなっていうのは懸念材料ですね、うん、はい、お会いしたところがマチコンとか婚活パーティーなんで、うん、その本当本当にその条件通りに彼らが口で言っているのと実際が本当かどうか、真実かそうどうかっていうのが少し気になりますね。なんか皆さん化粧品買ったり、はい、アクセサリー買ったり、うん、はい、本当にみたいな、ね、うん、はい、まあ、お綺麗なんでしょうね、うん、うん、今回そのご相談いただいたから、うん、かわいいとか綺麗とかそういうワードの、まあ、子なんでしょうね、はい、だからその男性が買い与えたくなる気持ちは分かりますけれども、うん、はい、今その結婚を釣りにして、うん、結婚したいから結婚を条件でって言ってくる男性は相当多いと思いますよ。で釣った魚に餌やらないってことがありますから、はい、実際お付き合いしてみて、じゃあいつ結婚ね、1年以内に結婚ねって進んでいった時にどうなるのかなっていうのはまた別の問題ではあります。あとこう5人じゃないですか、はい、で、まあ、例えばじゃあ週1回ね、うんうん、お会いしてるとするならば、はいはいはい、次に回ってくるのって、ね、なかなか回ってこないですね。週1回は彼ら会え、うん、はい、ないんじゃないですかね、わかんないですけどね、実際あってるかもしれないですし、実際ね相談所でも同時進行3人まではね、うん、と言ってますね。すごいガッツがある女の子は、うん、朝の部、昼の部、午後の部とか言っちゃって、夜の部って言って3人感激のような、2時間ずつ、はい、2時間ずつデートをしてこなしてるっていう子もいますが、うん、そのぐらいやらないと、うん、1人こぼれ2人こぼれっていきますから、す、はい、期間を決めずにね、うん、決めずにもう少しそのお一人ずつと向き合ってみて、はい、で靴しないんでしょ、靴しないで、うん、はい、ちゃんとその向き合う、はい、で結婚後のことをきちんと話し合って、今だと口約束なんで、うん、いいよいいよってみんないいことばっかり言うわけですよ、うん、好きにしていいよって、はい、実際これ結婚したら2年も離れ離れだよとか、はい、で月に1回はあなたが帰ってこないといけないんだよっていうような現実的なところを、目の前にいる綺麗な彼女の目を見つめてるだけではなくて、うん、そのバックにあるお考えをしっかりと伝えたら、もしかしたら相手が本当に結婚ということを考えている人たちであれば、うん、ちょっと違うかな僕の考えとはっていうことで身を引く人もいると思います、はいはい、もうちょっとこう詰めた話をした方がいいかもね、うん、結構な条件でしょ皆さん。そうですよね、うん、先生は、はい、まあ、何番というか、はい、何目の方が、まあ、現実的なのはですね、はい、お母様1番5番とかっておっしゃってましたけど、現実的には3番目の方が一番いいかなと思います。弁護士の方、はい、はいはいはい、はい、6歳年上ね。そう、ただね、万が一離婚するようなことがあったら強いですからね、うん、お相手はね、なりわいとしてますからね、はい、ですから、まあ、具体的ですもんね、はい、1年以内に結婚したい、今度実家に来てほしい。であとね、ポイントは専業主婦ご希望っていうことは、専業主婦になられて万が一でしょ、うん、離婚ということになったら、その後自分の力で生きていかなければならない。そうですね、はい、でそういうことを考えたときに、そこまでちゃんと考えて、どんな人を選べばっていうことであれば、自分のその条件的なものを全部理解してくれて、一緒に歩いていってる、で専業主婦でいいと
本気で言ってる人はどの方なのかなっていうことと、その人に尽くさなきゃいけないですね。尽くさなきゃいけない。まあまあ、あの国で言えば外貨を稼いでこないわけですから、はいはい、そうですね、はい、ということはご主人が思うような家庭をちゃんと作って子育てをして家事をしてっていうようなね、はい、うん、そういうこともイメージをしてもらわないといけない彼らに、はいはい、彼らにイメージしてくれて、あ、そういう結婚生活なんだね、君と結婚したらそうなんだねってしっかりと思ってもらわないとダメだと思いますね。まあ、あの弁護士さんなんかいいと思いますけどね、まあ、あとね情報量に差はありますよね、はい、そのそうなんです、うーん、そうで、あとは会社経営者さんの方なんかはね、あの条件的にはいいと思いますが、はい、その実際に本当に結婚すぎあるかどうかっていうのはよくわからないこの方は、うん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 、この段階でだいたい貯金通知を見せるだの、なんだのっていうの年の差を感じていて、こういうところで俺ってすごいだろっていうのを見せつけている可能性大ですからそうでもしないとダメなのか、キャバクラに来てるような気分でね、そう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 、そんな感じでただモテたいだけなのか、はい、何なのか目的が何なのかっていうところがよくわからないですね、うん、だ本当に突き詰めていったら、まあ、その彼らはそのこのいちごさんに結婚前提にお付き合いをしたいとは言わ、はい、おっしゃっているものの、うんうん、あの ね、それはね、あの婚活アプリでもそうなんです、うん、出会い系でも何でも結婚を前提に考えてるよって言います、うんうんうん、遊びだよとは言わないですよね、遊びだよ 2、3回キスしたらさよならねって言う人いるわけないですからね、言わない言わない、そう、うんうん、なのでそこを全部鵜呑みにしてしまうと、もしかしたらお相手の温度感とご自身の温度感が相当ずれてる可能性もなきにしもあらず、うん、それは思います。やっぱモテ期だからね、うん、そのちょっともうまたこの人私に本気っていう風にいちごさんが思ってらっしゃっていて、はい、そう、それで実は男性たちはもう本当にちょっといたしたいだけの人も中にはね、いたしたいね、いたしたいだけ、うん、面白いですね、うん、表現がっていう気もね、はい、しますなくもないですよね。します。実際にね結婚相談所でもこういうことを思っちゃう子いるんですよ、うん、で私はもうその場合におっとおっとちょっと待てよと、うん、彼らの気持ちも聞いてみるよと、はい、実際聞いてみるとすっごい温度差ってのよくあります、うん、はい、そんなつもりはなかったんですけどとかそれあった時にはそう言いますよ、それリップサービスって言うんですよとかね、お男性が言いますから、はい、そうよね、そうだとは思ったんだけどねって言って、今度女性の方にはクールダウンクールダウンしようねとかっていう風に ね、 そう な、 りますね、なるんだけど、うん、お母様はもう そうではなくてお一人ずつ上から行ったんですね、上から目線で面談をして何番がいいとかって親子で言ってらっしゃるようなので、はい、親子でね面白い親子さんですねって思っておりますが、本当に、はい、まあまあ、ちょっとね相手の気持ちっていうものもありますからね、そうそう前提にお付き合いしたいとは言ってるけれども、それは遊びだよとは入ってこないんでね、はい、そうです、ちょっと続報をねお待ちしていた方が ね、はい、いいような気がします、はい、いちごさんありがとうございます、面白かったです、はい、マリミーの方では婚活セミナーを行っております。12月19日13時から行います。詳しくはマリミーのホームページご確認ください。そして浮田先生はコラムを書いておられます。東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ウィズオンラインからは私を幸せにする結婚、こちらは毎週水曜日に記事がアップされます。その他朝日新聞、テリング、ヤフーニュースなどでコラムを書いておられます。そしてニコニコ動画は植草美幸の恋愛婚活学チャンネルです、はい、ぜひ登録してご覧ください。はい、はい、この番組は BIU 日本ブライダル連盟の提供でお送りしました。はい、そろそろ時間ですね、はい、お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間をお楽しみに。ごきげんよう、さよなら。